神奈川県立ほどがや公園公式野球場は、神奈川県横浜市ほどがや区の神奈川県立ほどがや公園内にある野球場で、単にほどがや球場という通称でも呼ばれる。神奈川県が運営管理を行っている。施設命名権により、2015年4月1日から愛称を34ほどがや球場としている。1949年会場。 会場以来主に高校野球や社会人野球など県内のアマチュア野球公式戦で使用されている。高校野球の夏の県大会は、準々決勝まで、このほどが野球場で行われており、地元 TBK テレビでの中継メイン球場である他に、春季、秋季大会も決勝までの舞台となっていた。1950年及び1951年の両年に、 合計6試合、プロ野球の公式戦が開催された記録がある。1951年9月26日に、国鉄スワローズ対大阪タイガース戦が開催されたのが現時点でのプロ野球公式戦の最後の開催であるという。1970年に改修された後、1996年にスタンドが全面改築され、同時にナイター照明が設置された。 ガイアスタンド後方には桜の木が植えられている。2019年秋に内野、ガイアの改修工事を実施した。2020年よりベースボールチャレンジリーグに加入した神奈川フューチャードリームズが公式戦一試合を開催している。神奈川県のネーミングライツパートナー制度により球場の命名権を募集したところ、神奈川新聞社がこれを取得。 2010年4月1日より5年間の契約で、ほどがや、神奈川新聞スタジアムの愛称が付けられ、2015年3月まで継続した。神奈川新聞との契約期間終了に伴い、県が新たな命名権者を募集したところ、相模原市緑区に本社を置き、住宅建設、不動産業などを手掛ける34がこれを取得。2015年4月1日より5年間の契約で、 34, ー土ヶ谷球場の愛称に変更された。34は、相模原市立相模原球場に続く2件目の、命名権取得となる。保土ヶ谷球場スコアボード RC づくじ3階建て。ありがとうございます。